まあシーズン中はねちょっとやっぱ限られた練習しかできないですけど、うん、向こうは中4日だし、うん、で移動距離もね、うん、すごいですよ。そうなんですよ、うん、だから先乗りとかないから、うん、みんなと一緒に移動するんで、うん、でもう飛行機で乗って疲れてんのにもう次の日先発とかってあるわけですから、うん、はい、まあ、本当にタフじゃないとやっていけないですからね、うんうん、だってあれですよね、シアトルかな、一番移動距離がある方のチームって年間地球一周分くらいの距離移動するんですよね。そうですね。ね、うん、大変ですよ。時差があるから。そう、国内で時差があるからね。はい、1時間の時差は時差として認められてないんですよ。ほう。メジャーは。1時間ってでも結構違いますよね。いや、どうですか。1時間は大丈夫。そんな感じないですか。はい。だから絶対試合あるから、うんうん、別に1時間ぐらいだったら。さすがに3時間は。うん、戻るときはあるんですよ、試合、はい、次の日は、はい、さすがに進んでるときは次の日絶対休みです、うん、ああ。うん。